南側からの眺め西側からの眺め1617年の城と古六1651年メクレンブルク家の父祖、オボトリート族長に黒との像、シュベリー城はドイツイコールフォアポンメルン州の州都、シュベリーンに建てられた壮麗な城である。市内のシュベリーン湖にある島の上に建てられている。別名、北のノイ・シュバンシュタイン城やおとぎ話の城とも呼ばれる。 現在の宮殿の主要部分は1845年から1857年にかけて有名な建築家ゴッドフリート・ゼンパー、フリードリヒ・オーギュスト・シュテューラー、ゲオルク・アドルフ・デンラー、エルンスト・フリードリヒ・スワーナーの協力のもとに建設された。この城はヨーロッパで最も重要な歴史主義建築作品の一つと考えられ2015年1月に 世界遺産の暫定リストに記載された。何代にもわたって、メクレンブルク大公、公爵の宮殿であった。今日では、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州議会の議場となっている。宮殿の幽霊、ピーター・マンコンが城のホールを歩き回っていると伝承されている。この目に見えない小さな生き物は、たった数フィートの背丈であると言われ、17世紀頃の服の姿で描かれる。 気立ての良い守護霊として、泥棒を追い払ったりするが、夜に騒音を鳴らしたり、いたずらもすると言われている。ありがとうございます。